秋の夕日に照る山もみじ恋も薄いも数ある中に、てなわけで今回は2020年9月秋の公式戦を実況していきますよ。もみじが散る秋、非常にいいですね。前回の実況では本当に申し訳なかった、セーブのし忘れというね、まさかの悲惨な結果により我がチームものすごく弱体化強くなってましたのね。そして甲子園大会も本来ならば1回戦2回戦目突破したはずなんですけど、セーブのし忘れによりもう一度2回戦を実況してみた結果、2回戦で負けて、まあ、記録上はピーマン高校初めての甲子園大会だったんですが1回戦負けというね、もうなかなか涙がねポロリと流れる悔しさでね、そんな展開でしたけど、またね、一からチームを強くしていきたいと思いますので、引き続き見てくれ。そして秋の公式戦、負けられない試合が秋にもあるんです。秋勝って我が校の評判を上げていきましょうよ。うん。じゃあまずは1回戦目からやっていこうかな。1回戦目はね、前評判E の高校ですから、弱いんですけど、Pマン高校もめちゃくちゃ弱体化してますのでね、もうそれは前回の実況見てくださった方ならわかると思います。セーブしないことによってね、ペナルティで、セブのし忘れでペナルティでね、能力がものすごく下げられるんですよね。これ見て、ひどいでしょ、これ。ね、いくら1年とはいえ、2年でこれだからね。こいつなんて結構強かった選手だからね。ペナルティがちょっと厳しすぎるような気がするんですけど、これ見てよ。ね、ミート9、パワー7。女子だよね。女の子だよね。舐めてるね。じゃあこの選手でいいかな。なぜ我が校に女の子がいるのかさっぱり理解できないね。完全女の子だよね。うん、可愛い女の子だね。うん、可愛い、可愛い。力のない女の子だよ。足が速いね。ちょっとだけ足が速い。そんなのはいいんだ。秋の県大会1回戦です。負けられない戦いはここ。相手は松野水産ですね。うん。甲子園で負けた分、この大会でね、悔しさを晴らしていきましょうよ。さて、今泉。まあ、信頼度は高いですからね。我が校は信頼度を築いてますので、まあ、能力が多少低くても信頼度が高ければ打ってくれますからね。ここはセカンド取られた素晴らしい打球ではあると思うけどね。褒めて使わそう。じゃあここはアウト。アウトになれば意味がない。結果を出せばカエロ。おお、ワンアウトランナー、二塁一塁。このチャンス、究極的思考を考えろ。今、ここでお前は何をすべきか。すべてはお前に任した。お任せだ。はい、素晴らしいね。ここで何をすべきか。さすがピーマン高校の選手だ。分かってる。スリーランホームラン、逆方向に打てる選手。魅力的だね。すごい伸びだね。さて、今泉ね。金って言ったけどね、完全。今泉くん、頑張ってくれ。流せ。はい、素晴らしい。これもスタンドインかな。いや、フェンス直撃か。素晴らしいね。能力自体はね、ペナルティによりものすごく探られたけど、お前たちと気づいてきた。友情は嘘じゃないもんな。もう勝っていくよ。植竹くん、お祭り男だ、わっしょいわっしょい。お祭り男だ、わっしょいわっしょい。お祭り男だ、わっしょいわっしょい。ここで打たねばどこで打つ。素晴らしいね。ピッチャーなのを打てる二刀流か、大谷か、大谷を超えよう。共に大谷になろう。いいね。二刀流の選手とかも作っていかないとね、このペナント。あ、ペナントじゃない。栄冠ない。ちょっと余裕がある時にね、したいと思います。今ちょっと我が子余裕がないんで、選手を一人育てるだけでも厳しいので。さあ、強心臓。チャンスに強くなれ。お前はチャンスに強くなるんだ。引っ張る。皆さんもね、セーブのし忘れには注意してくださいね。自分が育てた選手、全部、なかったことになりますからね。すべての努力がパーになりますから、セーブのし忘れ。ね。応答セーブはついてませんから、このパワープロね。要注意です。しゃこい。打て。三振あかんよ。はい、素晴らしい。何をすべきか分かってるね。逆方向に打てるバッター。スタンドインとはならなかったね。あ、もうこれコールド勝ち決定ですね。5回のイニングを終えた後、6回抑えると OK かな。コールド成立かな。はい、おにぎりくんもね、これが強くしていこうと思ってたのを弱くなったからね。でもまだ1年生、伸びしろはあるからね。頼むよ、打ってくれ、おにぎりくん。なんだ、その打球は。お前が打つべきなのはホームランだ。素晴らしいパワーの持ち主だね。あれ、当たったら死ぬ打球だね。死人が出る打球だね。完全死人出るよね。さて、5回。ランナーなしか。
藤山。おほほほほ。あ、この回を抑えると、コールド勝ちが成立するんですか。行こう、藤山くん自由に打っていいぞ。オッケー、グラサンかけとるけどね。絶対高野連にストップされるわ。それ外してって。それ外そうか、君って言われるね。さーて、今泉、今日もよく打ってくれたね。流し打ちといきましょうかね。もう点を取る必要性はないからね。打ちたければ打て。バッティングセンター感覚でいこう。おお、深いとこだが足はないからアウトなんだよね。走力 D あればセーフだったかな。上竹くん。いや、ここは代打送ろうか。経験を積ませるという意味で、やべ。行ってこい。やべ。左のやべですね。やべも育ててるんですが、能力が低すぎて何もできないっていうね。あ、これ試合初出場か、やべ。行け、打つんだ、やべ。どうだ、打てるか、やべ。行け、やべ。お、選ぶんかい。初出場、初打席で選ぶってなんとも渋いバッターだね。これはちょっと面白いバッターになりそうだよ。OK、行こう。自由に打っていいぞ。ここも選んでファーボール、菅沼くん。モンマくんどうする？熱血使っていこうか。自由に打ってくれて構わんぞ。もう点を入れる必要性はないからね、俺の中では。おー、素晴らしい。流した打球はライトへポターン。ポタポタ焼き。キーンキーン。はい、10点目が入りました。ごめんね、相手のチーム。泣いてるよね。セカンドの子泣いてない？気のせいかな？泣くなよ。こんな神聖なグラウンドで泣くなよ。男が涙を見せるな。デッドボール。わい。何？乱闘したいの？ね、我が子結構強いぜ。結構腕っぷしに自信があるやつばっか集まってるからね。乱闘したいのならどうぞ。はい、素晴らしい。でも、今は野球中だからね。野球でボコボコにさせてもらうよ。グラウンドから出てもボコボコにさせてもらうからね。よろしく。待ち構えてるからね、ロッカールームで。さて、おにぎりくん、とどめを刺してくれても構わんぞ。強振対応、積極。流せ、ホームランだ。逆方向にも打てる。ホームラン打て言うとんねん。なんだ、その打球は。なんだ、君は。うん、この打球はファースト真正面のゴロでしたね。アウト。さて、この回のイニングを抑えると1回戦目、完封勝ちが決定いたしますから、頑張っていこう。菅沼くん、完璧に抑えろ。完璧にね、完璧だ、完璧以外はありえない。さーてと、1年の菅沼。緩急重視。緩急重視、緩急重視。よし、緩急つけだ、行こう。流した、大丈夫、ファールだ。お前の球は打てない。よーし、藤山よく取った、素晴らしいね。何今のグダグダ。守備能力がほんと低いんでね。ものすごく低いんで、ああやってぐだるんですよね。謎のぐだりがあったよね。ワンテンポ置いたよね。置く必要ないからね。投げよう。ちょくちょくそういうやついるけど、なぜ置くのか意味がわからない。さて、ショートもんま取って、これも置いたね。ワンテンポ。守備能力低すぎでしょ。守備能力以前の問題でしょ。ワンテンポ置く意味を教えてくれ。熱血、球速がアップか。ならば最後は速球中心でいいかな。そして低め。えいー。えいー。えいー。はい、ごっつぁんです。打ち上げただけ。あ、取れるか？あ、取れないね。あー、うちダメ。守備能力の低さがちょっと見えてしまいましたね。ピーマン高校。あぶねえ。あれ取れねえのか。まあ、もう1点くらい与えてもいいと思うけどね。相手に思い出を残してあげよう。どうする？はい、もんま。取って、アウト。はい、秋の公式戦。無事1回戦突破です。12対0。能力は衰えたとはいえ、落ちたとはいえ、やはりピーマン高校健在ですね。前回の実況動画の練習試合からコールド勝ちが続くね。素晴らしいよ。うん、まずは初戦突破。次も頑張りましょう。能力の方が大幅に上がってるね。はぁ、あ、でも虚しい。でも虚しいっていうね。でも虚しい。本来もっとあったのに。もういいや。そこもあまりいじらないで。心がね。よし、秋の公式戦はね、2回戦しかないんですよ。そしてこの2回戦目を勝つとですね、秋の地区大会という大会に参加できますから、参加できることがあれば次回の実況で参加したいと思いますので、実況したいと思いますので。しゃ、秋の公式戦2回戦目。あ、今日はじゃあ1年生のおにぎりくんでいいでしょう。このバッターはね、ピーマン高校が誇る歴代最強のホームランバッターにしようと思ってて今作ってるんでね。うん、パワー特化選手ね。もうパワー以外はありえない。打率1割でホームラン50とかね。魅力的だよね。ロマンを感じるね。さて、2回戦目。笑顔で勝っていきましょう。なん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 。さて、おにぎりくん、一発ドカンと決めてくれ。相手は新居浜南高校ですね。積極だ。お任せでいこう。ドカンと一発いきましょうか。おにぎりくん。おにぎりくん、素晴らしい。この打球は宇宙間を破ってツーベースか。走るおにぎりくん、いけない。いけたでしょ。行こうと思ったらいけただろ。お前頑張れ。頑張ることしろ。
頑張ることを覚えろバカだれ。さておにぎりくん、ワンアウトランナー二塁一塁、このチャンスここで打たねばどこで打つ、ここで打たない選手は我が校にはいらない、出て行ってくれ、引っ張りだ。はい素晴らしいが、ここは切れるんだよなバカ野郎、期待だけさすな、打つなら打とう。いやもう2打席連続期待、2球連続期待だけさすな、素晴らしいね、3度目の正直、素晴らしい、3回目は正直だったね。3球連続ホームラン性の打球を打つも2球は思いっきしファール、3球目にまた同じようなファールかなと思った、次は3度目の正直だったね。はいピーマンズ先制点を入れることができましたが、まだ3点ですからね。そしてノーアウトランナー二塁一塁、このピンチここで抑えねばどこで抑える、頼むよ上竹くん、防御率0点台、その実力を見せてくれ。よしセカンドどうだ、うわー内野安打か、あぶねー、なんとかアウト取れたね、ワンアウト、うわータンが絡んだ、タンがものすごく絡んだ、とにかくこのピンチを抑えてくれ、1点はいいぞ、1点は与えてもいい、いや1点は良くないけど、サードよーしいいね、はいこれで2アウト、とりあえずゼロでいこう、ここまで来たらゼロでいこう、1点も良かったがここまで来たらゼロでいこう、防御率、打率1割1分1厘、わおこれは簡単に抑えられるね、このバッターよく出してんな、他にいねえのかっていう話だけどね。さて秋の大会も無事勝てそうな感じするね、2アウトランナー2塁1塁、このピンチか、どうする、伝令送ろうか、すごく励ませ、ハゲを励ます、おいえ和田さんを励ます、おいえ行こう、よしよし素晴らしい、素晴らしいコントロールだね、球速はいらない、150あってもノーコンピッチャーは雑魚ですからね、120でももう穴を通すほどのコントロールがあれば活躍できる、それが野球だ、それが面白いところね。よっしゃ引っ張っていこう、引っ張ってこうぜ、イエイエイエイ、引っ張ってこうぜ、ほらブンブン、引っ張った結果ショートゴロ、お前もう帰れや、ふざけんなふざけんな、なかなかふざけんな、オーイエーイカモン。7回の裏、ここはピッチャー変えていこう、上竹お疲れさん、よく投げてくれた、素晴らしいピッチングだ、涙がねポロリと流れるわけはないね、そんな感動はしないよ、お前のピッチングで感動するわけねえでしょバカが、少し考えろ、オーマイガーオーマイガーオーマイガー、変えたのは失敗だったか、上竹くんカムバックカムバック、上竹頼む戻ってこい、頼むよここで抑えろよ菅沼、お前何しに野球してんだ、よしおにぎりくんよく取ってくれた、素晴らしいナイス守備と言っときましょうかね、お前おにぎりくんいなかったら今日の先輩お前だからな、許さんぞ、しゃあ7回も頑張って打っていきましょう、現在まだ3点ですからね、3点では我が子は安心はできない安心はできないからね、いつ逆転されてもおかしくない、それが野球というスポーツですから、ワンアウトあれば逆転できるからね、はい素晴らしい打球は一二遊間を抜けたライト前ヒット、すごい打球だね、殺死体出るね、あら死人出るね、当たれば死ぬでしょ間違いなく、さて熱血だパワーアップ今泉、逆方向にホームランを打ってくれても構わんぞ、俺はいいと思うよ、俺の中ではいいと思うよ、どうだ、はい素晴らしい、この打球はスタンドインかな、おい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 、広角広角に打ちすぎだろうに、お前やめてあげてや、はい4点目が入りました、貴重な追加点ですね、4点あれば十分なんてことは言えねえぜ、まだ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 言えません、うん、ここちょっと代打送ろうとしましたが、我が校のピッチャー2人しかいませんからね、残りちょっとまだ信頼はできないので、この菅沼登板でいいでしょう、うん、菅沼次の回も抑えてくれ、あ菅沼じゃないね、合ってんの、合ってた、あいつの名前なんて言ってたっけ、よくわかんねえからわかんないまんまでいいや、さてここは1点取ってくれよ、待ってかなりの能力ついたね今、よっしゃファーボールを選んだ、素晴らしい、さて門馬総力以外は女の子ですからね、足以外は女の子、実は女の子っていうね、能力の低さがひどいからね、素晴らしい打球はファースト真正面、うわ月か、もも足は、よーしもも足だけはあるからね、足以外は女の子だけど足だけは男の子だから、素晴らしい、よく頑張ってくれた、さてこのピンチで打ってくれよ、チャンスで打てよ、おお流した打球はファールゾーン、お敵のピッチャー疲れてるぜ、打てるよ、嫉妬くるよ、よしファーボール選んだね、押し出しの1点が入りました、これで5点目ですよ、さて塚田ラッキーボーイラッキーボーイ、アベレージヒッターならばミート多用で流し打ち、必ずヒットが出ましょうでしょう、アベレージヒッター、どうだどうだ、アウトかアウトか、走れ、うわーダメー、
いやでも2点入りましたからね、5対0。我が校のチームは余裕で勝っている。おにぎりくん今日のスリーランホームラン素晴らしかった。ここでもう一発君のホームランが見たいとこだが、どうだ見せてくれないか君の力を。君の力を見せてくれ。えい、素晴らしいね。ホームランではないがシングルヒット、素晴らしいね。ショート取らなくて正解だよ。あんなやってた、お指折れる。あんな取ったらね、取りに行こうとしたら不運な事故に巻き込まれるから取りに行かなくて正解だね。さて、おにぎりくんライン塁に出ましたから、まだ5点では満身じゃないね。安心できないからね。5点で安心するようなやつは二流だ。一流は5点取っても安心はできない。常に緊張感プレッシャーを放っている。うん、行こう。藤山くん、ここで打たねばどこで打つ。強烈な打球を打つのはいいが、それをフェアゾーンに打ってくれ。ここでゲッツーが、うん、素晴らしいね。バットとグローブを置いて家に帰るんだ。もう来なくていい。お前は来るな。学校にも来るな。不登校になれ。ふざけんな。なかなかお前ふざけんな。バカ野郎。抑えてほしかったね、正直。打ってほしかったよ。さて、菅沼行こう。この回もお前に任した。うわー、あかーん。いくら5点のリードがあるからといって、このピンチで打たれるのはあかんね、菅沼くん。おいおいおい、怒られる準備はできてるか。俺切れてるぞ。ベンチで絶対お前のことを睨みつけてるからな。ねえ。ここでお前逆転なんか許してみろよ。1点でも与えてみろ。お前の保護者呼んでみんなで説教だ。みんな説教するからね。よし、とりあえず抑えたね。素晴らしい。最初からそれをやれ。できるのならばやろう。俺はできないやつに対してやれとは言わん。できるやつがやらないのに対して俺は切れてるんだ。無知だよ。甘い無知。厳しい無知だよ。ふざけんな。ふざけんな。お前はもう帰れ。お前はもうふるさとへ帰れ。もう愛媛県のもう南の方に帰れ。ふざけんな。もうよくわからない島に帰れ。大貫くん頑張っていこうか。もうほんと情けないピッチャーでごめんね、大貫。お前を出す予定はなかったんだけど。頑張ってくれ。調子は悪いけどね。防御率 13.5 ひどすぎるけどね。大丈夫。大貫ならばここで抑えてくれるよ。俺の知ってる大貫ならばね。よし、素晴らしい。いいね。防御率なんてね、たかが数字ですから。ね。大貫だって成長してるんですよ。日々成長してますよ。心の目で見たら、あれはね、13.5 じゃないですから。1.5 ですからね。うん、さて、無事勝利しました。これで秋の地区大会出場が決定ですね。5対0。フォー、2年連続ですかね。前年が初めての出場だったんですよね。秋の地区大会出場が決定しました。まだ勢いがある我が校ですね。うん、能力も上がりまくり。あ、おにぎりくんのパワーが C 到達きましたね。いいね。えい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 。じゃあ、今回はね、秋の大会無事勝利することができたので、次はね、秋の地区大会前までプレイしていきましょうか。ん？やっぱ勢いがあるね。へい、地区大会出場決定ですよ。もしかしたらちょっと我が校の評判高まってきてるから、春の甲子園大会出場もあるかもしれないね。春はまだ出場したことないよ、俺たちね。何？素敵な出会い？ほうほうほう。うわーお、また練習効率下げやがった。もう来んなよ、お前。二度と来んな、バカ野郎。嫌がらせしすぎだろう。何のために来てんだ。お前みたいなやつは来なくていい。我が校の妨げになるやつは来るな。来なくていい。もううちの高校出身とか名乗るな。もう最悪だ。チームの未来について、あ、良いことが起こるらしい。ありがとう、占い師。えい、予定が変更されたね。いいぞ。どうしようかな。青松止まろうか。守備連携。守備連携。弁慶。弁慶。なぜに弁慶。フォームチェック。よし、これで青松に止まろう。えい、雨が降っておる。最悪だ。能力を上げていこう。グランドレベルは高いからね。40くらいあるから。黒土じゃなくなったのは痛いんだけどね。よし、もう一度だけ OB 選手を信じてみよう。頼むぞ。次こそ我が校に利益になることをやってくれ。よし、臨時コーチ、ありがたいね。素晴らしいは違うね。で、練習効率マスが追加されましたね。これはありがたい。はい、またまた続きます。秋の夕日に、照る山もみじ、恋も薄いも、数ある中に、おいえ。さて、お前は肩力だね。肩力 G、ひどすぎます。もうおにぎりくんはね、守備力無視で、もう、パワーのみで鍛えていこう。いいんだよ、ファーストなんて多少守備力ない方がいいんだ。女の子が続くね。何この女の子。女の子具合ひどすぎるでしょ。ねえ、君やる気ないね。サードですからね、頼むよ。
こんな1年最悪でしょ。もうペナルティでね、大幅能力下がってるんで、全体的にね。うん。ひどすぎるわ。能力も全然上がらないしね。肩力。守備力でいいかな。守備力は、あ、待てよ。守備力上がってきてるから、次、肩力鍛えていこうか。うん。とにかくね、お前は守備力以前に、なんかもうパワーやらミート鍛えてくれ。いくらなんでもひどすぎる。論外だわ。なかなかの論外だわ。で、他の選手はこんな感じ。モンマも、肩力を鍛えろ。で、この辺はね、ピッチャー陣はスタミナアップ。うん、スタミナもついてきてるね。制球力アップ。制球力全然上がってねえな。球速アップといこうか。球速アップ。球速が低すぎるな。よし、これで OK でしょう。えい、我が子はまた強くなる。言われなくても強くなる。うん、いいね。さて、秋の地区大会でも当然勝っていかないとダメですからね。出場するだけでは意味がない。当然の話ですね。ベンチプレスだ。体育祭がありますね。ほうほうほう、そんなの興味ない。体育祭よりも重要なのは秋の地区大会だ。練習効率マスに止まりました。おお、パワーがアップ。ベンチプレスいいですね。戦績ポイントかもなくなるからね。ほんとセーブし忘れには要注意です。戦績ポイントも減らされるので。僕かなりもう戦績ポイントないと思いますけどね。で、ノックで2マス進んで、次は体育祭。地区大会は10月の半ばあたりにあると思いますので、もうそろそろ見えてくるかな。そんなレアなカードね、手に入れたからどうしたっちゅう話ですよ。だからなんだ。だからなんなんだ。それよりも試合で活躍しろ。興味ない。お前のそのレアカードを手に入れた情報、びっくりするくらい興味がないからね。レアじゃなくて、試合で活躍しよう。野球部など目立った活躍がない。そりゃそうだ。こんな能力でどう活躍しろと。俺が問いたいわ。逆に活躍したらお前どうやって活躍したんだっていうね。えい、いいね。疲れも取っていかないとね。あ、秋の地区大会見えてますね。あれですよ。あれで勝っていかないとダメですから。秋の地区大会は次回実況していきます。あ、一回戦の相手、神山南高校ですね。前評判は ?B。一回戦負け決定じゃないですかこれ。ね、いやいやいや、そんなこと言わずに、負ければ意味がないよ。うん。かなり強いけどね。秋の地区大会も2回戦なんで。うん。秋の地区大会も勝っていこう。てなわけで今回はこれにて終わりにしたいと思います。前評判 B の高校、負ける可能性 250%。いや、しかし勝つのは俺だということを皆さん、覚えておいていただこう。じゃあ次回の実況でまたご会いしましょう。バイバイ、キンキン、キンタマ。キーンキーン。